渚、隠れて。はい、来たー。登場タイミングがリンカちゃんの時と似たような感じじゃないですか。わーお。たとえ可能性は低くとも挑む覚悟はあるか、メイドオブザデッド。いやー、鈴木圭介よー。さあ、今回からパート3、リンカちゃんが仲間になった状態で始めていきたいと思います。ですね、まずはサブシナリオからやっていこうかなと思います。閲覧サブシナリオ、ストーリー読めるんかなこれ。渚1ってあったで。雨降ってる。あ、これあれか、もしかしてリンカちゃんとの慣れ初めの日かな。ああ、いやいやいや出会いの話でもしようかなと思っとったら、もうぶっバッチリ本編の話やん。かなり振られたみたいですね。とりあえずこのタオルを使ってください。ごく普通の日常感ある。なんかごく普通の日常感あるでこれ敬語系お母さんにタオル出してもらう予感になってるよこれ。お？どうだ、どんな感じ、どんな感じ？今着てるよりも露出多い？本当？じゃあそれに着替えてこようかな。一枚絵着たい。着替えた後の一枚絵に着たい。普通だった。普通だったわ。なんかちょっと期待しとったよ。期待しとったけど、その期待は見事に砕かれました。残念。でもこのくしゃみが聞かれただけ、まあ、ちょっとほんわかするね。風とか引いちゃったら嫌だな。外ゾンビがうようよしているっていうことを感じさせないような会話だな。渚さんの場合、あらゆる面で免疫機能も強化されてますから、そう簡単に風邪をひいたりすることはないと思いますが。そうなんじゃ。だったら今の冬の時期みたいなインフルエンザとかが流行る時期だけゾンビに感染したいわ俺も。あ、そうなの。風邪も引きにくくなってるんだ。とはいえ完璧ではありません。シャワーを浴びるべきでしょうが、状況が状況なので、今は体を拭くくらいで我慢してもらえると。シャワーなんか出るんかなって感じやけどな。そんな贅沢言わないよ。新しい服に着替えられるだけでも十分だって。それにしてもメイド服の予備が置いてある場所なんてよく知ってたね。ここで働いてた私も知らなかったのに。まあ一応拠点のことですから、ある程度はどこに何も置いてあると把握してますが、さっき渡したタオルもメイドカフェから借りたものですしね。ねえねえ、店長が隠しているマル秘のメモ帳とかない？もしかしたらこの店の店長さ、働いてるメイドたちの3サイズをメモったメモ帳みたいなのがあるかもしれないからな。そういうテーブル店長かもしれないからな。探せ、探してくれ。雨音でゾンビの接近にも気づきにくくなっているでしょうし。そうだね、こんな雨じゃ仕方ないから。また濡れちゃってメイド服がびちょびちょになるのもなんだし。でもそうなると暇なんだよね。危機感ゼロ、危機感ゼロの会話。外の様子のことがほんまに一切感じさせないような危機感ゼロ感。雨が降った日の休日の帰宅部みたいな感じやったな。大学生でしたよね。せっかく時間があるんですし勉強をしてみては。こんな状況で勉強してられるかな。あ、でもそうか、元に戻った時のことを考えてっていうポジティブ思考な行動やな。そう言われればそうか。あなたにわからないことってあんまなさそうだもんな。本当？じゃあ教えて。
めっちゃプルッとしたね。あら、それこそ水に打たれた後の犬かってぐらいプルッとしたね。意外でした。渚さんってもう少し勉強が苦手な方かと。ほとんどの平均以上の成績とは。見た目の偏見。もう少し勉強が苦手。見た目の偏見か。なんかキャラクター的にこいつはあまり勉強できなさそうだなみたいな、ちょっと高をくくるような発言やめよ。見た目で判断するのダメよ。けなされてるのか褒められてるのかわかんないよ。すみません、ちょっと表現が悪かったです。でも特に英語能力は十分ネイティブで通用するレベルですよ。英語能力がネイティブで、英語ってさガチで勉強せんかったら海外に通用するレベルのところまで行けんようなイメージがあるんやけど、学校で勉強するだけじゃ全然通用せんイメージがあるんよな。それがネイティブで なんか目指してんの。実は英語には自信があるんだよね。高校の頃も英語のテストだけはいい点数だったから。そうなんじゃ。ちなみに刹那圭介も国語よりは英語の方がテストは点良かったタイプの人間です。なぜだ。得意というレベルではありませんでしたよ。留学とかしていたんですか。留学はしてないけど洋画はよく見てたよ。ああ、英語の意味とか調べたりしてるうちに自然と覚えちゃったんだ。ああそういうパターンね。あれよ、俺の経験上日本のことが好きな外国人の方ってさ、アニメとかを見て日本語勉強して日本語喋れますみたいな人ちょくちょく見かけるけん、それこそ今のネットの世界だったら割と見かけるよ。好きこそものの上手なるというやつですか。ということは数学は嫌いということでしょうね。え、どういうこと、どういうことはって何なんだろう。参考書を読んでいるだけで目を回したり、数式を見てうんと思ってみたりと苦戦しているようでした。なるほど、言語の方が、数字よりは言語の方が得意なタイプね。多分そのあたりって脳の作りで分かれるよね。分離の区別はあまり意味がありませんよ。いわゆる理系の方でも文章能力が高い人は大勢いますから。カノンちゃんって時々手厳しいよね。の、リンカちゃん加入後の話か。やっぱこれ勉強中お邪魔するわよ。はい、何でしょう。あ、いえ、ちょうど今終わったところです。何かご用でもありましたか。ええ、渚にちょっとね。ロッカールームに濡れたメイド服をそのまま置いたでしょ。床に水たまりができてるわよ。あ、それはあかんわ。ちゃんと始末しとかんかったら。あ、しまった、着替えた時のままだったかも。ちょっとガサツなんだから、渚。ちゃんと片付けはしなさいと仕事中もあれほど言っていたのに。結婚したら旦那さんにちょっと手間かけさせるタイプの奥さんだわ、こりゃ。ごめんごめん、雑巾とバケツは備品があったよね。それを使って掃除するよ。そうかそうか、それを込めて大好きだよって言っている旦那さんに見くれるといいね。探せば見つかると思う、可愛いから。こういう仕事しよったらさ、男性客とかに言い終えることってあるんだろうかな。随分とご機嫌ね。何かあったの。ほら、よく二人でホールの掃除とかしてたでしょ。ああ、そういえばそうね。渚が片付けが大変になることはよくあったわ。やっぱ原因こいつか。やっぱ原因こいつだったか。懐かしんでるけど自分の失敗談だった。その説はご迷惑をおかけしました。別に謝らなくていいの。私のミスをフォローしてくれる時もあったし、お互い様。おお、いい感じのバディ組めてるな、お前ら。リンカちゃんのフォロー、私なんかしたっけ。お客さんと喧嘩になりそうになった時を私とお客さんの間に入って止めてくれたでしょ。ああ、あったね。でもあれはお客さんがメイドさんの悪口言ってたんでしょ。それを止めようとしたリンカちゃんは何も間違ってない。そうね、悪口はあかんわ。悪口は、しかもメイドさんの悪口って、メイドカフェ来ておきながらメイドさんの悪口はあかんだろ。相手のホームグラウンドでな。
肉体派な、リカちゃん肉体派な、お前。だから公式サイトのキャラ説明のところでちょっとあんまりコミュ力、なんかコミュニケーションが苦手みたいなこと書いとったような気がするけどさ、ちょっと口で聞いてくれる方はとっくみ合いになるタイプのキャラなの。冗談かい。でもあの事件から変なお客さんは減った気がするんだ。ああ。さすがにちょっと言わんかったらあかんところあるよな。お客様は神様とは言われても。またここで働けたらいいのにな。大丈夫よ。必ず秋葉は元通りになるわ。そしたらまた一緒に働けるわよ。うん、そうだね。スカモノマのほんわかした時間だったな。サブシナリオってこういう感じなんじゃ。ただゾンビに立ち向かうだけじゃなくて、こういうほんわかした日常、スカノマの日常的な部分も見えるんやな。なかなかいいじゃないですか。よっしゃ、では本編行こう。スカノマの日常もさらばして、アイドル劇場に攻め込む。アイドル劇場か。わ、アイドル系のメイドに出会えそうな感じがする。じゃあ、繊維素材1個買ったんで、1段階メイド服を強化しまーす。よっしゃ、これでいこう。今回のミッションは、これ、5分耐えるミッションですね。あ、やだ。消耗品も結局どころセッティングができない。これ、よくわからない。どうすればいいのかよくわからない。そんな状況でやっていきたいと思います。磯田スキルが貫通弾を出せるらしいです。付近の敵も吹き飛ばす。貫通ってことは一直線形なんじゃ。リンカちゃんは全方位にやけど一点突破な感じっぽいな。よし、その辺を考えて。スナイパーライフルなんでね、練習が効かないって言っても考慮しながら立ち回らなあかん。そっかに射程長いかな。一発あたりの威力高いんだろうけどな。よし、行くぜ。ゴー。さて、前回の収録からちょっと間が空いとんで、これやっぱ単発武器なんで、ちょっと一発一発をちょっと射撃区間が短いけど、や、若干の貫通というかまとめて倒す可能性はある。貫通でしょんな。その代わりの貫通力がある感じか。貫通させて道を作って突破するようなレベルや。素早さ強化。立ち回りがいるゲームで素早さは絶対いるんよ、このゲーム絶対。威力があるんやけど、ちょっと厳しいのは出したハートを取る暇がないよな。他のゾンビがうようよ来るけん、そこはちょっとネックなところ。爽快感を求めるんだったらやっぱさっきのリンカちゃんとかの方がやいよって楽しいか。ちょっと上級者向けな、ここでちょっと貫通弾を使ってファイヤー。うわー、ちょっと思ったより範囲、思った範囲と違う、思った範囲と違うで。それちょっとこれ護衛用のドローンが欲しいな。手数がね少ないが、ちょっと攻撃範囲が広いな。でも攻撃範囲が広いんやけど、ちょっと手数も欲しいという意味で支援ドローンをいただく。手数が少ないとね、やっぱハートを拾う暇が少ないんですよね。どれぐらい貫通するんだろうね。もうこの一直線見て確認するけど、おお、割と貫通するな。スナイパーライフルでそこまで貫通力高い武器なのかってぐらい。しかし攻撃スピードが遅いんで、ちょっと道を作るにはちょっとほんまに立ち回りが消えせんかったらあかん。こうなっちゃうからね、強引に突破するような感じになってしまうからな。ここはドローンの数を増やして、その辺をちょっとうまいことを補っていくような感じでいこう。生き残ればええわけやけんさ。あ、こっちめっちゃハードあるで。ここ荒稼ぎしとこう。一発一発当てていかなあかんわけやねんな。丁寧に浮かんかったらほんまに積むぞこれ。近づいたやつビリビリのやつでいこう。ナイポライフル以外の攻撃手段もちょっと追加していかんかったら、ちょっと道切り開くんが大変だろ。うわー、見たかったやつ。ちょっと可愛いポーズ撮ってるじゃん。
日本刀やけん多分近接攻撃もナイフよりは強いでしょう。電気ビリビリも地味に効いている。これはグレネードいっちゃおう。確かグレネードだったな、その遠くに投げてくれる使いやすい方の爆弾は。この辺で使おう。ボウ、これで道を作って、あ、これもルーレットタイム、ドローン強化、ドローンの割合が欲しいな。これほんま手数が少なすぎてさ、読んだこのようこんな武器を選んだなって思ってしまうぐらい。リンカちゃんの、これは攻撃感覚が狭めよう。それでだいぶ変わるはず。なぎさちゃんよりは立ち回りデリケートでいかんかった。ほんまずんじゃうずんじゃう。危ない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 。いやでもドローンじゃないよな、どっちかって言ったら自動回復いるんよ今。そうそう HP がやばいって。自動回復すでに1個ついとるけど、それで足りるかなって感じ。ここは使おう。ちょっと向きおかしいなった。いや左に行った、ちゃんと向いとる方向なんじゃ。向いとる方向に行くんじゃ。ドローンの攻撃回数、依然として HP に触れるやつを手に入れられないというちょっと厳しさがありますが、いけるかな。スペシャルゲージがね、もうスペシャル使えるようになっとるからな。それであと、当たってない。これ一個線ちょっと当たりが悪いぞ。あ、積んできた積んできた積んできた、やばい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 、これ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  HP 触れるアイテムがないでちょっと厳しいって。これHP ないんかい。なんでこたり HP 触れるアイテムないの。お掃除ロボット、あ、周りのハートが、そっか、そういう感じ。来た、増加じゃない、 HP 増加じゃないんやって。自動回復の方なんて欲しいわ。なんかおたけ、おたけのやつが来た。まじ、多分これ来たし。上からフル系また来た。やばい。それがあと45分はちょっと厳しいかもしれない。それが来るんだったら歩みを止めてはならない。やば。ギリギリの勝負来た。広いところ来たけど、残り30秒。ギリギリの勝負。ギリギリの勝負来てる。もうちょい素早さ上げるべきだったかな、あんな折り方するんだったら。いやでも自動回復が来てる。ここにいて、あれ回復アイテム取った今。明らかに自動回復だけじゃ補えないような回復量来たぞ今。あれ逆転した、いける、残り数秒、これは耐えれる。きたー、危なっ。危なかったですけどね。回復アイテムが出てきたけん、ラッキーな状態ですね。S ランクもらいましたけど、ちょっと危なかったです。難しいな、やっぱ、スナイパーライフルって。攻撃回数が少ないゲームっていうのは、やっぱ、どうやっても、中級者とか、なかなか難しい組み立てになってくるんやな。危なかった。最後、ラッキーだったよ。正直。オールクリア、戦闘終了。クールだね、かわいい、かっこいい、かわいい。すっごいね、リンカちゃん。初めてゾンビと戦うのに、なんかすごく慣れてる感じがする。そう、別に特別なことをしてるわけじゃないけど何その困り顔そこまで困り顔になるかな、君。いえ、私も正直驚いています。対ゾンビの実戦でこんな冷静に状況判断ができるなんて、リンカさん、ぶしつけな質問かもしれませんが、元傭兵だったりしませんよね。何？フルメタルパニックみたいな感じな。主人公が軍人みたいな。漫画とかでよくあるみたいな。元傭兵がどうのこうのってジャンル人気あるよね。元傭兵、
現メイド。わ、ありそうやな。漫画でありそうな第一歩の設定やな。冗談言わないでよ。渚だって私が普通の大学生だって知ってるでしょ。もしかしたら普通の大学生であるという思い込ませるような記憶を植え付けたとかじゃないよね。いつだ、そういえばあの時酒で酔わされて眠ったことがあったんだったみたいな、そういう感じじゃないよね。確かに普通の人よりは勝手が分かってるかもね。私結構 FPS のゲームとか好きだから。なるほど、ゲーマーなのか。そうね、ゲーマーも判断力がいるからね。そっちか、ゲーム。結構現代っ子やな。そうそう、リンカちゃんって有名なゲーマーなんだよ。うそや。そっちを見てプロ目指せませんや。なぎさ、あ、ごめん。そういえばこれ秘密なんだった。なるほど。ちょっと恥ずかしいかな、バレたら。詳しくありませんが、それが戦闘シミュレーションになっていたというわけですね。結局はゲームだから、実際に動くとなると話は別だけどね。身体能力に上がってなければ戦えてなんてないわ。だとしても十分な戦闘能力です。強化なしでも優秀な軍人になれていたと思いますよ。確かに軍服似合うわこの子。そう言われてみたらちょっとそういう系のコスプレしてほしいぐらいじゃ。軍人カフェとかやってもらえんかな。メイドカフェ続けられんようになったら軍人カフェやってもらえんかなって。褒められているはずなんだけどあんまり嬉しくないわね。そうだ、質問って意味だと私もあなたに聞いておきたいことがあったのよ。カノン。何？あなた本当は何者なの？あ、言われてみればそうだ。こいつなんだかんだですごい協力的にしてくれよるけどさ、なんなん？あ、それ私もちょっと気になってた。銃を持ってたりして絶対普通の人って感じじゃないよね。むしろさ、このパンデミックに関係してそうな感じの立場やもんな。むしろ助けてくれたことには本当に感謝してる。でもそれだけであなたを信頼することはできそうにないわ。まあそれは確かに正論ではあるな。そもそもメイドカフェを改造しただけの場所で、しかも普通の人にワクチンなんて作れるはずがないしね。どれぐらい普通じゃないかって言ったらさ、敵の目の前でモビルスーツの OS 書き換えてキラヤマトバリに普通じゃないぞ。隠そうとしていたわけではないんです。本当に話すタイミングがなかっただけで。あんだけほんわかした日常会送っといてか、勉強を教える前に話すことってなかったんかって思うんやけど。カノンちゃん、リンカさんが考えている通り私は一般人ではありません。少なくともこのパンデミックとは無関係ではないんです。でしょうね。このパンデミックに対抗しうる手段を持ってそうな人間がこんなにタイミングが現れるわけないもんね。詳しく聞かせてもらえる？その前にまずはこのパンデミックを起こした元凶マッツウイルスについてお話ししておく必要があります。おっと、重要そうなワード出てきたぞ。マッツウイルス。このウイルスは本来アルカナインダストリーという会社の研究所で秘密裏に研究開発されていたものでした。はい、かな。世界的にも有名な大企業よね。アンブレラ州する。ところがゾンビ化ウイルスを開発していたって。アンブレラみたいな感じになった時のこの世界観で言うアンブレラなんじゃ。そういうことになります。キュレート界のアンブレラ、クロアンブレラやなこれ。私はそのアルカナインダストリーでこのウイルスの研究に携わっていた元研究員だったんです。研究員？そんなに若いのに？まだ中学生か高校生だよね。30歳近いですよ、私は。マジで？嘘！年上？思いっきり普通に喋っちゃってたよ。うってす。あるよね、あるよね。年下だと思っとったら話しとったら実は年上でしたみたいなパターン職場ではあるよね。俺も実は言うと俺も多分年下かなみたいな感じで喋っている相手がいるんですけど、もしかしたら結婚指輪をしてるし年上かもしれないみたいな感じでおどおど喋っております。そういう時どうすればいいんでしょう。ファーストコンタクトで卵で剥がしてしまいました。どうすればいいんでしょう皆さん。帰ってやりにくいので今
まで通りでお願いします。私が自分のことを説明しなかったせいでもありますし。まったくね。まさかウイルス研究の当事者だったなんて。一応聞いておくけど、ワクチンが作れたのもそれが理由よね。はい、ワクチンの研究は私が主導していましたから。だったらさ、今回のウイルス撒き散った理由とかになんか心当たりとかあるんじゃないの？なんだろう、施設が爆発してとか、なんか不良の事故とかじゃなくてさ、もしかしたら誰かに撒かれたとかいう話じゃなかったら、なんかないんかな、かもしれないみたいな感じがするね。いろいろあって研究所をクビになってしまって。無職だったわ。解雇された腹いせにウイルスをばらまくほど。えぐい人おるな。だとしたら、そんなんだったらえぐい人おるなって感じ。リンカちゃん。あ、いえ、そう疑われてもおかしくはないですね。パンデミック当時、私は私物の回収のために研究所を訪れていましたから。ただすでに研究所の職員は感染してゾンビ化していました。慌てて必要なものをかき集めてその場を離れたんです。なんだろう、辞めさせられたってのはどういうことな。無職になった理由がすごい気になるな。何者かがさ、このパンデミックを起こすのにこのカノンちゃんをさ邪魔扱いして、だから先に追い出すことに決めたみたいな、なんかシナリオない？なんかそんな感じがするんやけど。俺、嘘を言ってるわけじゃなさそうね。嘘をつくメリットがありません。なんかそんな感じじゃない？私たちとの信頼関係はワクチン開発とパンデミックの鎮静化のためにも有益ですから。そうだね、私たちもカノンちゃんのおかげで助かったみたいなものだし。そうね。もちろん私はあのウイルスの危険性を理解していました。この事態が発生した責任の一端は私にもあると思っています。強毒化を確認できた時にあのウイルスを消滅させておけば。カノンちゃんのせいじゃないよ。こんなことになるなんて誰も予想できなかっただろうし。それを罪だというなら償う必要があるわ。あなたにとってそれがワクチンの完成と量産なんでしょう。はい、そのためにもご協力をよろしくお願いします。任せてよ、僕もカノンちゃんに協力をするからね。何でも言ってね。もちろん。そんなわけで、アイドル劇場だったんや。そうか、よく考えたら、だからさ、おたげしてそうなゾンビが出てきたんだ。アイドル劇場であることを忘れた。これエリア進んだら内部に入り込むんかな。じゃあ次のステージ行きまーす。今回8分耐える感じで、今回もちょっとリンカちゃんに行こうかなと思います。まどうにかなるでしょ。どうにかなるでしょってなんやねん。8分か、5分長なるんか。さっきから先よりも先ほど結構ギリギリだったけんな。もっと上手く立ち回らんかったら。じゃあスタート行くぜ。まずメイドボンス。いやー、そういう横に並ばれてきたらちょっと厳しいよな。この向き、このライン、よし。ここでなんだろう、この中だったらまあドローンかな、手数増やしとこうかなって。ハートが欲しいんじゃ。立ち回りを考えたな。まだ数少ないけん、ここでドローンやね。どうしようどうしようどうしよう、こっちかな。横に広かったらな、もうちょい横に広かったらな、道を作りやすいんやけどさ。ここは、あ、ヒール来た。ヒールはでかい。ヒールいる。
絶対このマップ攻略するにはタイル系はヒールいる。お潰して、これ格闘攻撃でこっち進んでいって、これはいざという時に切り札をもう一個増やしとく感じにしとくか。丁寧にいこう。固めとこうか、ヒールで生き残ることが優先やけんな。ここはハートを荒稼ぎして、今度はドローンでしょ。ドローンの攻撃力、ドローンどっかいた、おるよな、まだおるよな、ドローン。てか、なんか少ないな、ちょっとゾンビの数がちょっと少ない感じるんやけど、気のせいかね。ここはドローン追加、ドローンの強化。丁寧にいきましょう、丁寧に丁寧に打ち抜く数を増やせるように立ち回って、こう。次はこれはドローンの攻撃力アップで、めっちゃ打ってくれる。いいぞいいぞ、ドローン通してこっち側に逃げた後、こう。ちょっとハートの獲得率がちょっと少ないでしょ、これ。ちょっとやばいんですけどね、そういうのは、そういうところは。そういやさ、刺激弾さ、聞いた話だと B の長押しじゃないとお使いみたいな話聞いたんです。これ、これ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 、これで、大丈夫大丈夫、思いっきりダメージ食らってる気がするけど、ミカ守っとこう、これ。必殺使って。ほらー、あ、横なんじゃ。どっち向いとっても横に行くんじゃ。こういう感じでね、なんでも、刺激だってさ、B の長押しで出せるんやって。ちょっと動画編集しようって気づいたけどさ、わからんかった。これで仲間を増やせた。ここにもおるけん、このゾンビに、あー、外した外してもた。一応ゾンビに当たっても、ダメージ与えられるけ無駄になるかっていうとそういうわけでもないんですけど、みたいな感じか。あ、また外してる。さあ、外やつ、2つゾンビ味方えらいやられてる。あ、いや、当たっとんだ。さあ、外れ当たっとんか、これ。2人おるな、味方。その味方えらい抑えてるけどね。いや、倒れたー、倒れてる倒れてる。あ、女の子のゾンビもおる。守るどころでの話じゃなかったな、残念ながら。気のせいか足の速いゾンビが多いような気がする。コモ使っとこう。よし、これでハート荒稼ぎしてもうちょいレベル上げたいところですね。味方おらんようになってる。あーや、結果コマだけ味方おらんようになってる、残念ながら。あと4分。ああ、来た、とうとう来てしまった。これはドローンの数増やして進むに必殺を使って、この状況打開。オッケー。ハードも左の取りたいんだけど、ちょっと右に押し入っていって、回復アイテム持って入って、よいしょい、ドローンじゃやばーい。そういうのを見たいわけじゃないのよ。難易度高いな、この子の操作は。スナイパーライフルは。ギリギリでなんとかないよって感じ。HP 回復があるけど、でかいね。ここは使わなあかん。これはちょっと使うぞろ、応援状況。あ、待って、右よりも左の方が空いとるな。これは電磁フィールド、近い敵にダメージの追加攻撃をね、追加効果をね、与えた方がいい。よいしょ。ハート荒稼ぎもう一回やっといて、ドローンが結構削ってくるよな。でも
こっから持久戦やけんさ、ほんま。あと2分がちょっと超感じてくるけど、これ。ここで必殺だな、ちょっと痛いな。ここ潰して、あれほんま全然削れんようやった、敵が。あ、間違えた、抜きちゃう。これ HP 自動回復か、ちょっと追いつかんて。やばい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 。残り1分半耐えれるか、これ。硬い敵めっちゃおるで。さらに増える。隙間なーい。ちょっと HP 自動回復のおかげでどうにか耐えれよる感じやな。積んできてる積んできてる。危ない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 。さらなる決定打が欲しい。さらなる決定打が欲しい。なんかある。これは滞在時間増やしてくれ。ラグビー勝ってくらい横に綺麗にならんのよ、これ。あー、これでもこっち隙間ある、隙間ある。しかも回復アイテムあるで。でかーい。でかいってほど回復してない。あー、そんな円を描いて来ないでください、来ないでください、押さないでください。こっちしか隙間がない。よっしゃ、くぐり抜けた。でもあー、でもこれで残り20秒だったらなんとかまだ耐えれるか。ギリギリどうにかなる、ギリギリどうにかなる。この素材はこれください、素材はください。耐えたな、これ。もうここまで来たら勝ち確でしょ。危なかったー。ギリギリのよっちゃんイカ来たわ。大爆発じゃー。お前うまくいった、危なかったわ。えーさあ、立て続けに次も行きましょう。次は全滅系が。そして、このままリンカちゃんのスナイパーライフルで攻めていくぜ。強化はしてません。全滅系か。さあ、リンカちゃんで全滅ミッション。となるとちょっとやばいんですよね。手数がほんまに少ない。効率よくやらない方、時間がかかっちゃう。よし、手数欲しいな。とりあえず今回はドローンお願いします。次ドローン燃えちゃう。全滅だったらほんまに火力が欲しい。いいね、必殺が溜まった。ドローンもいっちゃおう。とにかくドローン、とにかくドローン、3キロドローン。そこにヒール、一応ダメージ食らった時の保険的な感じのヒール。敵はいつか尽きると思うが、とりあえずここぞって時までスペシャルは取っておきたいところ。数が少なだったらスペシャルで一掃して終わるってもあるんやけどな。次はドローンのシャキダンスを増やしましょう。なんかハートきました。こっちハート多いな。これ荒稼ぎでもらい。そしたら小型ミサイルドゴーン、いいね、一掃しまえ。ドローンミサイルも強いぞ。わー、そんなカクって曲がるミサイルめっちゃ便利そうなのが来た。めっちゃビールドが来て、誘導回数プラス1ってなんやねんお前わあ、めっちゃ飛んでいく。いきなりグンって逆曲がったなお前すごい曲がり方しようねんお前。ファンデルミサイルやんお前。あ、でかいやつおる。ドローンのコイル上げるぜ。
あ、待てよ。刺激弾使おうかな。メイドのゾンビおらんな。ルーレットタイム、ダンダロン。手数手数。刺激弾を使うと思ったったらメイドゾンビがいません。あ、ゾンビ、メイドゾンビおるで。おい、戦ってくれ。これがあったらすごい戦闘が楽になる。こいつらにも HP、 こいつにも HP おるけどな。できるだけ仲間と協力してこいつが知らんようにも戦う感じがおすすめ。そうそう、シスターズ使いましょう。ナイスショット。これはドローン、とにかくドローンゲーになっている。あ、味方さん、あ、まあ、外した。あ、いや、当たってるな、生きる。2人になりました。味方が2人になりました。エイペックスレジェンズじゃん。エイペックスレジェンズ始まっちゃう。ドローンチップ。ホワイトすごいな。ミサイル飛んだり、ドローンで攻撃したりと。立派に軍隊務め上げとる感じになってるよ。ホワイト軍隊になってる、ほんまに。やばい。リンカちゃんのスナイパーライフルよ。もう先にドローンが倒してしまうよるところある。あの二人もすっごいバディ組んでいい感じの動きしとるな。攻撃感覚やぞ。よし、全滅やけんな目的が。効率よく倒していきたいんですけど、そういう時リンカちゃんのこのスナイパーライフルはほんまに一掃がしにくい感じ。これ味方じゃん。な、俺味方のメイドに銃向きよった今。よし、あー、やばい、味方全メイドがやばい。ちょっとカバーしきれねえ。おーっと、ここはドローン追加で、そして素早さアップも。あ、バッテリー少なくなっている。知らんかなって話じゃん。視聴者は、視聴者的に知らんかなって話やけど。味方メイドがいなくなる。メガガメイドが目の前から消えそうになっている。あー、どいて。俺必殺扱うところや、どう考えても。撃てー、イエーイ。あ、味方メイド一人、なんか火炎放射聞いた。ただメイド何もない、これ何もない、なんか取った、なんか取った。そういうアイテムあるんじゃ、スペシャル増加、スペシャルのプラスでお願いします。なんかすごいフィーバータイムはあったけど、今気づいたけどさ、上から降ってくるやつ C 型に降りてくるけん抜けれる道一応あるんやな。めっちゃ降ってくるや、オーバンブルマネぐらい降ってくるようなよ。これら全滅しなあかんのか。骨折れるわ、このお仕事、骨折れるわ。給料払ってほしいわ、たっぷりと手当てくださいよ。やばい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 、全滅ミッションなのに全然数が増える、減るより感じがせえへん。ミサイル追加じゃー。どどどどどど、火力がえぐい。一個人が持っていい火力じゃないぐらい火力がえぐい。こんだけ集まってきたからにはまた必殺技でボーン。ドローン追加だ。数変容かなこれ。いつまでこの戦いが続くんだ。あー、倒した。はー、ようやく倒したわ。えーす、素材結構取ったような気がする。疲れたわ。
あ、サブシナル出てきました、リンカちゃんの。とりあえず目は目をくれず、次行きましょう。ボス来た。また新しいキャラクター仲間にできそうな感じの雰囲気がします。でもその前に教会入れようかな。というわけでスナイパーライフルの威力とリンカちゃんのメイド服の強化を1段ずつやっていきました。これでボス行くぜ。また新しいキャラクターできそうな気がする。今回もだけ派手に打ち上げ花火をあげたら嫌でも集まってきますよ。ああそうじゃ、打ち上げ花火の地点にたどり着こうとしようよね。今ゾンビが多い理由は多分それだけじゃないわね。お心当たりがあるんですか、リンカさん。場所が場所だからね。まあ入ってみればわかるわよ。アイドル劇場、お客さん結構多いってことかな。ライバルハウスだ。送られてくる情報を見る限りでは、あ、ショッピングセンター。そのショッピングセンターという感じですね。あ、そっか。カノンちゃんは知らないんだ。ん？ここは地下アイドルの聖地でもあるんだよ。ライブ会場があって、毎日いろんなアイドルがライブしてるの。わ、人集まりそう。パンデミックが起きた時にライブがあったとすれば、かなり悲惨な状況になっていた可能性もあるわね。そっか、結構人数が集まっとるところにパンデミック起きてしまったんだな。地下アイドルって言っても、ここでライブするくらいの規模だし、どのグループも知る人ぞ知るって感じの人気はあるもんね。お客さんや関係者とかも含めたら、結構な人がここに集まってたんじゃないかな。でしょうね。なぎさ、これを見て。これってもしかして。カノン、確認したわ。お店の商品棚から打ち上げ花火の類がなくなってた。ここで生き残っていた人が助けを呼んだのは間違いない。なるほど。ではその生存者はどこに。どう考えてもボスとして再臨するパターンのやつやねん。それは渚、隠れて。はい、来た。登場タイミングやリンカちゃんの時と似たような感じじゃないですか。わーお。髪の色分けがすごかったな。左右で色がパターン違うやつ。右と左で左右で色が違うパターンのダブルシステムみたいな。仮面ライダーダブルみたいな感じだった。VTuber さんにたまに見かけるタイプの分かり方だったね。ゾンビ。しかもあれってメイドル5のアリサちゃんじゃない？アリサちゃん、有名な子なんじゃ。メイドル5。さっきも言った、知る人ぞ知る隠れ人気地下アイドルだよ。5人組でみんなメイドの格好してるんだけど超かわいいの。わあ、なんか担当の色とかありそうなやつやな。その中でも尖ったキャラで人気だったのに、まさかゾンビになってただなんて。もしかしたら彼女が生存者だったのかもしれないわね。私たち間に合わなかったのかも。いえ、待ってください。対象個体ですが、まだ完全にゾンビ化していないようです。お、やっぱこいつが ボスなのか。もしかして私と同じ。はい、なりかけの状態です。もともと抗体があったのか発症したばかりなのかは不明ですが。なんでもいいわ、まだ助かる可能性があるなら急いで治療しましょう。そうやな、行こうリンカちゃん。やっちまうぜ。今回も進んでいっきょったらいつか出会えるパターンなのかな。下にスクロールしていく感じなん。扉が開けたらそこにはみたいな感じじゃないよね。多分ね、扉関係ないよね。曲もなんかアイドルっぽい感じやもんな。素早さで立ち回りの幅を広げましょう。ある程度倒しとったら出てくるんだろうな。
スバイさんもう一丁あげる。はい、次はミサイル。ミサイル結構強いけんな、攻撃範囲が広くて。ミサイル強いや。爽快感がある。スマップは勝つには爽快感が付きまとう。よいしょ、あった。格闘攻撃でスカブルンが痛いな。はい、しかし縦横だったらさ、リンカちゃんのスペシャルがちょっと使いにくいんちゃうかな。横に対して打ち出すやつじゃないあれ。通行できるか。スーパーサー上げてグーンと動いて、あ、使っちゃった。まあいいだろう、ちょっと危ないけどな。まあいいでしょ、いいでしょ。間違えてボタン押しちゃった。ここは防御力上げとくか。持久戦を見越して、持久戦っていうかボスの攻撃をダメージ当てられるよう、押されるようにする。ここで一回全滅させるだろうかな、この辺を。ボスの誕生までに取っておきたいっていう気持ちはあるんやけど、ハートで強化しとかなあかんのよな、ボスが来るまでに。そういう気持ちもある。これで HP の自動回復がついたらいいんやけどな。これは飽きた。自動回復、これがでかいんですよ。だいたい一発撃つ間にさ、格闘攻撃はだいたい2回触れよる気がするけんな。それもちょっと計算に入れて。あ、来た、あ、来た来た来た。そんな前触れもなく、あ、使っちゃった。しかもボタン間違えて使っちゃった。あー、倒せる数少なかった。まあもったいないって、ボタン間違えたって。L 押そうとったら XL 押しちゃってさ。わあ、とりあえず一旦抜けるでしょこれ。あ、ここに落下してくる。ピカ近づいてきてくれてラッキーな感じもする。危なかったらボスもロックバックできるけどな、それでうまいこと。ダメ、どうよかな。やっぱリンカちゃん、なげさちゃんの時に比べたら攻撃回数が少ない分ね、ちょっといい感じとは言い難いんですけど。でもドローンがあるけんな、ダメージは稼ぎよると思うよ。ダメージは入る、ダメージは入るはず。大型ミサイルもう一丁。持久戦ですよ俺、主に。お前スナイパーライフルでボスを狙うことに関しての難しさよ。当たってんのかなって、雑魚的にかん、止められて当たっとるかも、ちょっと怪しい感じになってきてるけどな。ボスのことをノックバックできるのがでかいな、格闘技で。
俺はほんま板使っとる感じがする。いやいやいや、舞い込むんじゃねえわ。わあ、直接攻撃食らっちゃった。画面から消えとるとこから、それは痛い。いやー、やばい。あー、危ない。普通にゾンビの数も多いけんさ、やばいって。こっちだろ。よし、やー、やばい。くぐり抜ける隙間が、あー、ダメだー。ちょっと無理やなー、ゾンビ化か。無理っすね、これスナイパーライフルじゃちょっと手数が足らんって。これリスタート、渚ちゃんに切り替えて、ちゃんと刺激弾も3発持てるだけ持ってきましたんでね、これでいこう。結構今回ね、強化したし、仲間のメイドもおるし、どうにかなるんじゃないでしょうか。ドローンの数が多いんですよ。あと、スボヤさんもなかなか速い動きしてるでしょ、これ。なかなか、クイックに動いております。ミサイルも飛んでおります。ドローンも攻撃もあります。これはちょっとやれそう。ほら、リンカちゃんの時と比べもやれないほど、ダメージ入るでしょ。ダメージの、ヘリ速い、エジビのヘリ速いですよ、敵。どう考えてもこれ。お前やっぱ自分のスナイパーライフルがリンカちゃん、このボスに当たらなかったんじゃわな。めっちゃ余裕を持ってエジビゴリゴリ削いよるけんね。電気ビー、ミサイルがだいぶ入るね、これ。もうなんかほぼ怠慢状態になっとうけんさ。決まってないかな。おい、ゴリゴリ削いる。めっちゃゴリゴリ削いよる。たまらなくて空中に避難しようぜ、あれ。ちょっと雑魚ゾンビとのところに紛れ込んだらちょっとダメージが入りにくいんですけど、それでもヘイヨル、それでもヘイヨルからだ。ミサイルが強い、ミサイルが強い。倒したー。全然難易度違うじゃん。リカちゃんと渚さんの時って全然難易度違うじゃん。ボス戦は絶対渚ちゃんやなみたいな感じになってしまってる。お待たせ、アリサちゃんを連れてきたよ。ここに寝かせてください。すぐに治療を始めましょう。私もこの子と似たような状態だったのよね。そう考えると助かったのが本当に奇跡に思えるわ。おやぞ、大丈夫、カノンちゃんなら救えるよ。リンカちゃんだってそれは知ってるでしょ。そうさ、そうね、最善を尽くします。早速始めましょう。お願いします。さあ皆さん、眼福タイムですよ。おー、あ、 M 字開脚ね。まずは M 字開脚がね、シャイク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 シャイシャ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 ボウ。シャシャ、もうそうそうさ、人間っぽい見た目になってきたわけでさ、背徳感が生まれてくるねこれ。ボウ、エロいの、ほんまこれ。
局助けることができたのはあのアリサって子だけだったわね。あの場所には他にも何人か生存者がいたはずなのにね。みんなゾンビになってどうしようもなくて。メダル5の他の子もそうだったんかな。気に病む必要はありません。むしろアリサさんを救い出せたことを喜ぶべきです。そうやな、一人だけでも。アリサちゃんにも抗体があったんだっけ。はい、そのおかげで発症から完全なゾンビ化まで他の人と比べてもかなり猶予がありましたから。その抗体を持っている人って他にどれくらいいるのかしらね。それちょっと気になってた。抗体を持つ人がどんどん仲間になっていくわけ。なんか都合よくメイドばっか交代を持ってるというさ、だからメイドだからなんかみたいなのがあるねん。私とリンコちゃん、それとアリサちゃんだけって秋葉にいた人の数を考えたら少なすぎる気がしない？確かなことは言えませんが、数万人から数十万人に一人と考えて良さそうです。うわ、えげつない数字。このパンデミックの中にあって渚さんやリンカさん、それにアリサさんの存在は奇跡みたいなものなんですよ。そう、奇跡。私は世界に選ばれた存在なのだ。アリサちゃん、ちょっと今固まっとったぞ。謎の今フレームの硬直が起きてましたけど、あなた今ゲーム画面がフリーズしてましたからね。今の中二病発言に対して、どうか中二病子だったんじゃこの子。ま、私の名前を知っているようだな。やはり私は世界に選ばれたものということか。これメダル5をやるにあたってのキャラ付けなんかな。本来の性格は結構おしとやかでさ、丁寧なんやけどさ、舞台に立つとこういう性格になるみたいな、そういう設定なのかな。お前たちが助けてくれたんだろ、感謝するぞ。いかに選ばれし者とはいえ、あのままでは死んでいたに違いない。これさ、舞台から八景に沿ってさ、もう人から名誉になったらさ、あ、お疲れ様です、はい、今日も疲れましたね、あ、これ差し入れですみたいな。めっちゃ丁寧に喋られましたらどうしようかなって。ライブ中にゾンビどもがなだれ込んできて、まさに阿鼻叫喚。あっという間に我が信者や同志たちまでもがゾンビと化した。ああ、ファンたちがゾンビと化したんだね。私は数人の信者と身を隠すことができたが、信者って言い方すごいな。された信者たちは次々に逃げ出してしまってな。逃げ出したって、アリサちゃんだけ置いていかれたってこと？ファンに置いていかれた、すごいひどない？極限状態にあって正常な判断ができるものは少ない。一種の強行状態に陥ってしまったのだろう。彼ら彼女らを責めるような真似はせん。私も恐怖を感じていなかったかといえば嘘になる。優しいな。確認なんだけど、花火を打ち上げたのはあなたなのよね。うむ、どうしようもなくなって救難信号代わりにと打ち上げた花火にゾンビが集まって食うわ食うわ、最終的に囲まれて最後を悟ったが、こうして生き残れたんだから何の問題もないな。ゾンビにやられかけてましたけどね、あなた。ずいぶんと変わった方なんですね。地下アイドルってこういうのがゾロゾロといるんですか。冷静に分析しているね。さすがアリサちゃん、尖ってるな。そこもやっぱり可愛いんだけど。でもアリサちゃんはショックだよね。同じアイドルグループの友達を失っちゃったんだし。そうだよな。同志たちのことは残念に思っている。共に歌で世界を救おうと誓い合った仲間だったから。なんか昔のロボットアニメみたいな感じのセリフだな。何を悲しむことがある。彼女たちの魂、この私がしっかりと受け継いでいるのだ。強いんだね、アリサちゃんって。本当だな。そういうキャラじゃなくても根っこからそういう強さがあるんやな。うんうん、世界
界を救う選ばれし者であれば当然だ。だが、ん？どうした？この頃は見て。お前たち、ゾンビハンターなんだろ？仲間に金髪の忍者はいないのか？そんなやつ、現実に存在するの？何の話でしょう。そういう設定の話をしてる。金髪の忍者って、渦巻きナルトって金髪だったっけ？みたいな感じ。ボルトが金髪だったような気がするな。みたいな。ゾンビから人々を救う孤高の存在。ゾンビに襲われた直後に私も助けてもらったが、名乗ることもなく立ち去ってしまったのだ。そんな中時代遅れなやつおらん。まあその後すぐにまたゾンビに囲まれて逃げ場がなくなった私は隠れるしかなかったわけだが。意味ねえじゃん。人助けが目的じゃないってことかしら。もしそうなら生存者を放ってはおかないはずよね。どうでしょう。生存者を引き連れて移動するのはリスクを伴いますし、状況判断の結果の行動かもしれませんよ。なんか気になるキャラクター出てきたね。情報がない。金髪の忍者。メイドじゃないやつも仲間になるんかこれ。メイドオブザ出たのに、メイドで勝つ忍者みたいなやつおるん。戦ってる人がいるなんて。それにアリサちゃんの話を聞いた感じ、すごく強い人かも。同じ目的を持ってるなら友達になれるんじゃない。あら、ゾンビ化しそうなやつを助けて仲間になるパターンじゃないやつ。最初からゾンビじゃない状態で仲間になるパターンあるんかな。敵が同じかはともかく、ゾンビと戦えているなら普通の生存者じゃない可能性もあるわね。はい、抗体持ち。それも渚さんと同じように感染しても発症しないタイプかもしれません。渚さんの言うように、もしかすると我々に協力してくれるか。どうする渚さん。どうなんだろうな。聞くまでもないか。もし仲間になってさ、話すときになったらさ、ござるとかさ、拙者とか言い出すんかな。もちろん探しに行くよ。仲間は多ければ多いほどいいもんね。ラブレックさんの癖が強いやつがまた増えたみたいな感じ。中二病好きな忍者。おお、あの金髪忍者を探しに行くのか。であれば当然私も同行させてもらうぞ。なーに、心配はいらない。私もまた選ばれし者。もうゾンビごときに遅れは取らん。めっちゃ高まってるなお前。じゃあ姫神アリサが出撃できるようになりました。カチューシャ、カチューシャも装備アイテムだね。頭につける。あー、そこに出すんじゃんお前。よっしゃ。ではちなみにいつもいいかリンカ1のサブシナリオも出ております。これを見るのはまたこのでしょうかなと思います。次回のパートにしようかなと思います。姫神アリサステータスの方はこんな感じ。武器はあら、ショットガン、そしてチェーンソーなんじゃ。ショットガン単発か。スナイパーライフルとは違って多分貫通力がないけど、威力が多分攻撃範囲が横に広いんちゃうかな。そんな感じを思い浮かせるね。ショットガンが使ってみたいな。よっしゃ。そんな姫神アリサちゃんの活躍は次回のパートによろしくお願いします。今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。お付き合い